はい、マナムさん。はい。JNCC もラウンド3になりました。そうですね。はい、今回も、マナブのコース紹介、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まず、ファンのコースからいきたいと思います。はい、その後、まあ、ファンのコースって、UX でも使ったコースなんですけれど、はい。はい、ここの、まあ、芸北国際スキー場大会、なんといってもコンプのコースがめちゃくちゃ面白い。はい。それで全体的に僕はすごい懐の深いコースだなと思ってるんです。難しいところもあるし、はい、なんていうんですか、この中国地方の広島独特のっていうんですか、大変そうですね。大変そう。それでまあざっくり一周見ていただいたんですが、はい、ではコースいきますよ。はい、まずスタートエリアから。そうですね、はい、ここもずっとなんかこう白い、はい、これ何なんですかね、プラスチックの。スキーの板を傷めない、石が出てるところとかを養生しているやつなんですよね。もうここ現在営業していないところなので、まあ、あの白いのがちょっと滑りそうなのかなとは思うんですけど、はい、滑るんですね。はい、あれなんかちょっとハンドルも取れそうだし、ちょっと気をつけるところかなとは思うんですけど、あとはこういう水切りの深さですね。それぞれに水切りの深さが浅いのも深いのも、はい、もちろん注意のプレートがあるので、はい、そこはちょっと見極めた方がいいのかなとは思います。そうですね、はい、あとはですね、この上りの、はい、この右側のスキー場の右側を上ってるイメージなんですけど、右側はもう永遠上りですよね。そうですね、はい、ここに比較的石がゴロゴロしてるのかなって思うんですよね。で、はい、走ってるところは、まあ、埋まってて分かりやすいんですけど、まあ、草を刈ってくれてて、その草の中にも石が隠れてるので、まあ、草の中をこう開けていくっていうのはちょっと危険なのかなっては思いますね。まあ、比較的このみんなが走ってる土のところを走った方が安全かなと思います。とはいえ抜くには人のいないところを、こういうちょっと外にはらんだところのイン側とかをスッて入らなくちゃいけないのかなとは思うんですけど、今のコーナーとかの外側にもちょっと水切りがあったり、こういうところもちょっと段差が深かったりはするので、まあ本当に最初の 1,2 周はもちろん注意した方がいいかなと思います。さあ、コーナーがありも滑る白いたりしながら、それを抜けるとまた石が埋まる。そうですね、ここら辺も比較的石は埋まっているので、まあ、スピードも出るんですけれども、あとはここからちょっと石がでかくなりますね。で、ここちょっと右に曲がっていくんですけど、はい、これも難しいと思います。奥まで行くと土だけど、ちょっとコースは遠くなるみたいな。ウェックスの時ここが大渋滞しました。晴れてても大渋滞しましたんで、明日天気予報、明日が結構雨だと思って、ひょっとしたらウェックス90分で使ったコースになるかもしれないです、はい、ここも難しそうですね、はい、ここが最上部に向かうところです。そうですよね、下見ると景色いいんですよ。そう、これ振り返ったら景色いいですね。そんな余裕は全くないですねこのリフトがね、6人乗り、珍しい、6人乗りのリフト。さあ、ここが林道と言いますかね。そうですね、まあ、作業道なんですけれど、で、これを抜けていくと、でもここも比較的スピードが出しやすいんですけど、はい、まあ狭いし、いきなりくって曲がってたりもするので、はい、案外ちょっと注意は必要かなと思います。さあ、ゲレンデ下りです。この下りはまたさっきの上りとはちょっと違くて、まあ石はそこまで多くはないのかなとは思うんですけど、はい、上りのところと土質が全然違いますよね。そうですね、はい、隣走ってるだけなんですけど、はい、あの土質のイメージは全然違いますね、はい、でこっちは今度草で滑るイメージが強いですね、下りは比較的に、はい、なので石はそんなにゴロゴロしてるって感じではないんですけど、下りの気をつけるのはやっぱりこの
枯葉じゃないですけど切った草と、はい、あとはここら辺も左側に落ちてきそうな感じがするのでちゃんとこう早めにラインをトレースしないと吸い込まれそうですね、はい、この景色を見る余裕ってあるのかな。ないですね。ないですか、はい、こんなにいい景色なのに。このめちゃめちゃ遠くを見ればいい景色なんですけど絶対ないですね。その時間はないですね。もう遠くまで見えるんですよここは。そうですね。でここら辺も絶対スピードは出ると思います、はい、でも、はい、あの両サイドはそんなにこうマージがないというか避けれるところがないので結構こう安全マージンを高く持った方がいい気がしますね。あとはここも右に行くって入るんですけど、スピードが出てると比較的まっすぐ突っ切っちゃいそうなので、はい、これも要注意だと思いますね。止まらないです、ね、止まらないです。もうブレーキも多分そんな草がいっぱい入ってるんで効きにくいと思います、はい、さあこちら側も永遠に下っていきます。そしてやっとここが一番下ですね。そうですよね。それで昼くらい。そうですね。またちょっと登ってまた右に降りるって感じですね、はい、これが24番ぐらいのコストになるのかな。そうですね、はい、でまた下っていく感じですよね。この下りなんかも多分滑るイメージが強いですね、はい、で多分明日は雨予報なので、はい、比較的もっと一瞬で滑るのかなって思います。なるほど。で、まあ、ラインを思いっきり突っ込んでアクセルで曲げるというよりもちょっと優しく入っていって、はい、まあ、このキャンバーの中で向きを変えないようになるべくコンパクトに回ってとかって考えないと、まあ、ちょっと斜面を横に走るイメージがでかくなってくるので転びやすくはなると思います。なので本当にイン側からイン側をつなぐようなイメージで走った方がいいと思いますね。わかりやすい。比較的このコース自体水切りの深さがそれぞれ違うのでそこが要注意な気がしますね。あとはなんかこうバイクで荒れた荒れ方ではないちょっと違う荒れ方があるので難しい気がします。でここもちょっと登ってるんですけど下から水が湧いてるので比較的ここ何箇所かありますね。そう、何箇所かありますね。それがだんだんと深くなってくるんじゃないかな、はい、で早めにそれもいろんなラインを見つけといた方がいいかなと思いますね。あ、ちょうどこの辺とかもそうですね。一番下に下ったところがあのウェックスの時すごい水が途中から湧き出てきて今重機でちょっと平らにしてあるところですよね、はい、そうですね。その後の日昼ぐらいはすごい気持ちいい。そうですね、ここですよね。そうです、そうです。ここも比較的まあ石も隠れてるので、はい、ここも結構勢いよくバンっていっちゃうと石で弾かれるかもしれない。ここはスタートエリアのすぐ横になります。横になるんで、はい、感染ポイントです。そうですね。ここは気持ちよさそうなスピードが出そうなところですね、はい、でまあここからちょっと狭く出るとちょっとまたこれ結構、ね、根っこだらけだったんですけど重機でだいぶ浮いたと思います。まあ、ここはそんなにこう攻めて走るっていうよりはまあここは比較的なんか流すわけじゃないですけど、はい、抜きどころないんじゃないですか。そうなんですよ。ここを攻めてもそこまで速くないし、なんか安全に抜くというよりは後ろを走る方がスマートなのかなとは思いますね。でこういう広くなったところで一気にポンって抜いてあげた方がいいのかなと思います。でこれを左に曲がったのがゴール近くですよね、はい、40番ぐらいになるのかな、はい、これがで41番エリアで、で撮影しているのは、コース料理タブの萩原が撮影しています。萩原さんは今日歩いてもいないですよね。はい、これはもう転がってるような感じです、はい何回転んだか分かんないですね、歩いて滑りました滑りました。あ、ここスタートエリアですね。ですね。ここで、ね、ファンクラスが一周ですね、はい、です。ゆっくり流して、撮影しながら走った感じで8分31秒。はいはい。で次がここからがコンプの、はい、コンプです。これファンのトップってどのぐらいで走れる感じ。ファンのトップ7分台、7分台、6分台ぐらいに入ってくるんじゃないですか、はい、6分台に入りそうですか。今のが入ってくるんですよね、はい、
あと2分ぐらい早く走らないですかね、はい、あトップは6分台に入るペースで行くんじゃないかなと、うん、はい、1分ぐらい、今の1分はざらに早い気がしますよね、はい、なるほど、まあまあ大変ですね。そうですね。さあ、ファンは、はい、そんなにあれじゃないですか、あのどうしても難しいとかここを注意しろとか、うんうん、どうしてもっていうところがなかったような感じもあるんですけれど、はい、ポンプがすごい見どころといいますか、まあ、なかなかこう見に行くのも大変なんですけれど、そうですね、ライダーにとってはちょっと下見絶対しておいてた方がいいっていうところがざっと3箇所ぐらい、そうですね、はい、もう他にもあるんですけれど、まずはバンブーリーフ、はい、はい、笹の海ですね、はい、もう迷子です。迷子ですね、ま、前に走ってる人がわからないぐらいです、はい、はい、そしてもう一つかかと落とし、はい、これゲレンデのゲレンデ時代からあのそういうかかと落としっていう名前だったんですけど、うん、本当に、かかとから落ちていくようなっていう感じなんですかね、はい、長い、はい、ダウンヒルなんですが、はい、くねくねもしてますよね。くねくねもしててめっちゃ滑ります、はい、すごい滑りますよね、はいはい、そして、もう一つ、命名も面白い登りアンセ、登りアンセ、はい、これは難しそうですね。動画で見ると、見たときにあ、ね、全然難しそうじゃないんだけどと思ったけど、これ実際見に行くとすごいですよね。とんでもないですよね。はい、なんで、まあ、コンプ出る人は、まず、登りアンセは見るべきですね。はい、で、まあ、その下にかかと落としがあるので、はいはい、そのままかかと落としを見て、そこにも直接行くことができますもんね。そうです、その後が、はい。まずちょっとそこも見てみましょう。ここは、まずは一つ目、バンブーリーフ。はい、あえて、今、草を刈ってあるところを、はい、下っているんですが、この先、そうですね、ここからですね、はい、まあ、全く手をつけてない、もうこのままただただ入るだけです。これ、そのままじゃなくて、あえて残してて、この笹の下にあった木の根っこ、木とかをちゃんと切ってあります、ね、ちゃんと切って、そうなんですよ、はい、そこは優しさがある、あえて笹だけを、そう。なんで、あの、太いやつはちゃんと根っこ、地面ギリギリ切ってあるので、はい、横並びで10人ぐらいで並んで、下をしっかりと、そう、ケアはしてありますね。ケアをした。そう。それあえて笹だけを残してる。これは、まあ、難しいというよりも、どこを走っていいか分かんないんで、最初は多分大変だと思います、ね、はい。これずーっと下りです。下から見ると、笹の、なんていうか、壁にしか見えないところ。そうですね。これ全く下ってるには見えないですけど、はい、この速度で降りてるところをイメージしてもらえば分かると思うんですけど、なんでこの速度でまあまあ下ってますね。降りてるんだっていう。で、最後、ここら辺が多分、ちょこっと、軽く段差になってるんで、そうですね。そう。これはまあまあ下ってるんで難しいと思います。じゃあ次のセクションです。ここがかかと落とし。そうですね。さっきのはまっすぐ比較的ラインがどこでも降りれたんですけど、こっちの方がラインもちゃんとチョイスしないと難しいと思います。で、ここは多少、木のやつも残ってるんで、はい、ちゃんとラインを選んだ方がいいと思います。でもここも、S 字じゃないですか。S 字だけど、下方向にしかバイクが向かないぐらい急です。S がかけないぐらいバイクが、はいはい、急なので、ここも難しいと思います。これブレーキかけたら多分一瞬で、はい、裏切りそうな感じがしますね、はい、ここかかと落とし、そうですね、ここも見といた方がいいと思います。絶対見といた方がいいですね。そうですね、歩くだけでも転ぶと思います、はい、転びました。はい、転びました。もう全然止まんないです、はい、止まらないですね。これ多分一番下までこの角度で行ってるんで、はい、まあまあ長いですよね、ここも。長いです。長いですよね。かかと落としだけで13から18コーナー、はい、多分6個ぐらいのコーナーがあるので、はい、ずっと S 字で下まで下る感じですね、はい。イン側にコース番号をつけてありますので、そこをあのショートカットをしないように皆さんお持ちください。まあ。明日雨ですよ。これでもよーく作ったと思いません、このコース。ほんと。そうなんですよね。まあ、ここまで来れば、はい、あとは平らに感じると思いますね。これがかかと落としです。そうですね。で、その上にあるのが、これが、はい、これ、登らないですね。ここ
から一、ま、はい、回下ります、はい、で右の今見える右側を登る感じですね、はい、で赤いコースの部分が銀河で青がアウトギリギリまで行けるんで、はい、まあ一回難しいなと思ったらここら辺まで一回降りてもらって、はい、アウトギリギリ、ベストラインと言いますかね、そうです、一番簡単に行けるのはここら辺に向きを変えて、はい、登るっていうのが一番簡単だけど遠回りっていう感じですね、はい、で多分重いのがめっちゃ登ってますで、ここからがさっきのかかと落としに入るって感じですね。ああ、そうですね、はい、というセクション、登り安全、はい、はい、まあ、コンプのセクションはバンブーリーフ、かかと落とし、登り安全を見ていただいたんですが、はい、なぜ芸北国際スキー場大会のこのなんていうか醍醐味といったらこのコンプのコースだと思うんですよ、はいはい、ぜひみんなでね、あの見に、観戦の方は見に行っていただきたい。そうですね、登り安全かかと落としはもう隣同士なんで、はい、そうですよね、登り安全までなんか結構歩いて行けますもんね、はい、行けると思います、はい、ただ登ってる途中に転ぶと思いますさあ、さっきのファンのコースはおよそ6分台に入るんじゃないかなっていう予想タイムだったんですが、はい、7分ぐらい、これどのくらいで走ってくるんですかね。10分は切るんじゃないですか、はい、10分切るんですか。10分切りそうじゃないですか。だってなるほど、下見で8分31秒で下ってるんですね、はい、それよりも絶対早いじゃないですか、はい、さっきの動画はね、動画は、はい、でさらにね、コンプが長くなるとは思うんですけど、はい、10分は切りそうじゃないですか。まあ切れるように頑張ります。なるほど、はい、もちろん、マナム選手、開幕、そして第2戦のテージャスと続いてトップで、はい、はい、という成績上げておるんですが、この第3戦、はい、また応援している方も多いと思いますが、はい、狙いは狙いはもちろん、はい、狙いはもちろん勝ちたいですけど、はい、まあ、怪我ははいはいはい、したくないので、まあ、あとはバイクを壊してリタイアとかにならないように、はい、で、まあ明日のコンディションも雨っぽいの で、はい、そうですね、でさらにこのスキー場っていうことで FIM スキー場ラウンドに入りましたので、いよいよ FIM タイヤ、はい、なので多分いろいろと過酷な、はい、バイクにとっても過酷なとこになるとは思うので、はい、バイクをいたわりつつ、まあうまくシーズンを戦えるように、はい、ここがノーポイントにならないようにいろいろ準備をしていきたいとは思ってます、はい、なるほど、はい、ここの芸北にの対策といいますか、何か、今回から、はい、今まで給油は普通にタンクキャップを開けて給油してたんですけど、はいはいはい、ここに来て十何年やって、はい、ようやくドライブレークという早く給油ができるシステムをアメリカであの GNCC で見ました。そうですね、よくパカッて蓋開けて、はい、ガバガバって開けてるやつですね、あれを使ってみようかなと。お、はい、それが見れるわけですね、はい、だいぶ違いますか。いやどうなんですかね、はい、やったことないですいい、すごい早かったですよ。それは一瞬でしたよ。一瞬ですよね。でもそれは、はい、僕もムービーを見る限り一瞬なんですけど、はい、ああいう風にうまくいくのかっていういやだってうまくいくんじゃないですか、はい、まあちょっと頑張ってみます、はい、いやそれもちょっと見るの楽しみ。そうですね、はい、みんな真似しましょう。はい、はい、なんでまあ雨対策と FIM タイヤと、はい、まあ給油を早くして、お、まあだ、バイクを壊さないようにですね、はい、本当にあの FIM で全開にして焼き付いたらアホなんで、おお、はい、そこだけ気をつけて。なるほど、はい、今回の大会なんかですと、まあ、私からすると注目のライダー、学ぶ選手以外にも、田中隆成さん来ますよね、うんうん、そうですね、はい、JC でも勝ってるし、はい、もちろん、ね、モトクロスの A 級なんで、はいはいはい、絶対速いと思うんで、言っちゃ、はい、こういう、なんだろう、スキー場ラウンドはみんな速いとは思うんで、はい、モトクロスライダーが。はい、ね、そしてやっぱりモトクロスライダーがみんなじゃないですか。そうですね、はい、ね、小島拓磨やら、はい、田中隆瀬やら、はい、絶対速い人が前には来ると思うんで、はい、まあ飛んでくる石と気をつけながら走ろうかなと、はい、思ってます。注目のライダーだと、あと発展伝以来に出場する矢野和人選手。そうですね、はい、全然走ってる姿は僕は見てないんですけど、発見伝も出れなかったんで、僕は。真野さんは発見伝出てないですからね。はい、はい、行ったことない。プロモーションムービーだけ撮っていただきました。はい、撮っただけなんで。なんで、まあ、そこら辺も楽しみですね。みんなで走れることが。はい、そうですね。はい。まずは、
面白い動画が撮れるように明日、はい、またヘルカメ楽しみにしている方、はい、多いと思いますので、はい、そうですね、はい、あのちゃんとみんなを撮れるようにみんなを撮れるんですよ、はい、サイコビスタートですよか、みんな撮れるように、そうですよね、そう、はい、頑張ります、どうなるか分かんないですけどね、おー明日の天気見てですね、はい、あの前で行かないとカメラが汚れちゃうからっつって前で行くかもしれないですし、はい、そうですね、はい、それはまあ、はい、はい、またみんなが撮れるように後ろから行くかもしれないですし、あ、はい、頑張ります、わかりました、はい、じゃあ明日楽しみにしておきましょう、はい、今晩、ファンのライダーもコンプのライダーもこれを見ながら来てくれるんじゃないかなと思いますが、最後の一言、じゃ、あの遠いのでそこだけ、はいはい、気をつけて、現場まで、あとゲレンデの周り、あの食べ物屋さんとかあんまりないんだよね、そうですね、はいはい、しっかりと買い込んで、ちゃんと買い込んで、はい、あと明日はどうせ雨です、あ、はい、なるほど、はい、明日は雨なんで、はい、ちゃんと下見して、はい、完璧な体調でいかないと難しいと思うんで、でも芸北のスキー場、すごい気持ちいいコースだと思うんですよ、はい、来るだけの価値あると思います、めっちゃ景色もいいです、はい、なので楽しいレースにはなると思います、難しいセクションもあるし、はいはい、簡単なところは正直そんなにないと思うんですよ、はい、ただの直線でも石は隠れてるし、はい、あの気が抜けないコースだとは思うので、僕もあの怪我だけはしないように、はい、ちゃんと成績を残して帰りたいなとは思ってます、はい、いや、明日まなぶさんもですけど皆さん頑張ってください、はい、頑張ってください、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、渡辺まなぶ選手でした、ありがとうございます。